ハラビロトンボはトンボかハラビロトンボ族のトンボの一種。成虫は体長31から39ミリメートル程度の小型のトンボ。体長の割に腹部が極端に太く扁平で短いという独特の体型をしており、特にメスの腹部は極太である。幼虫は毛深いアゴで常に泥を多く付着させている。そのため他のトンボよりも乾燥に強いとされ、水が干上がってもある程度は、 泥の中で生存する能力を持つ。成虫は、日本の早いところでは4月下旬頃から羽化が始まり、遅いところでは9月頃まで見られる。平地の浅い地層、湿地、急行田などで羽化した成虫は、その周辺のやや背丈の低い草村に移動し、接触活動を行う。羽化水域からあまり、遠くまでは移動しない。未熟なうちは私有とも全身が黄色を基調とした。 体色をしている。成熟するにつれて、オスは全身が黒化した後、腹部背面が塩からトンボのように青白い粉を帯びるようになるが、メスは体色が全体的に黄色が濃くなる程度であるが、白っぽくなるものもある。また有志ともに顔面の非上部が青色の金属光沢を放つようになる。成熟後、浮かす域に戻ったオスは狭い縄張りを形成し、 メスを見つけるとすぐに交尾する。交尾時間は数十秒と比較的短い。産卵はメスが単独で行う打ち水産卵で中水植物の陰に隠れるようにして行われる。産卵中はオスが少し上空をホバリングしながらメスを見守る。塩やトンボとの意志間交尾が見られることがある。なお、本種のオスは塩からトンボのように腹部に降伏が分類上は 塩辛トンボ族には含まれない。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の北海道南部、本州、四国、九州、種子島に分布し、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。日本には、ハラビロトンボ族が3種分布する。ありがとうございます。